はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断の解説動画をやっていこうと思ってまして、いよいよですね、7月の11日にユベル、あと、センチュリオン、マジスペクター、ティフォン、鉄器のイカザチみたいな、この辺のカードがリストされるというところと、あともう一個セレクションパックあって、なんかエクシーズのなんか汎用モンスターとかが入ってるセレクションも実装されるらしいです。で今日はこっちの新規カードを中心にやっていくんですけど、エターナルパートナーズっていうね方のカードの中から、一応ねユベルはですね、ちょっと個別で解説してるんですね、僕ユベルだけを取り上げまして、だからユベルはちょっと一旦今回は別の動画見ていただくとして、センチュリオン、マジスペクター、ティフォン、鉄器のイカたちあたりのカードを解説していこうと思います。はい、やっていきましょう。センチュリオンいよいよ実装ということで、このテーマどういうテーマかと言いますと、シンクロテーマになってまして、ちょっと特殊なテーマでですね、永続トラップカード扱いの場合に自分相手のメインフェーズに、前に出るっていう特殊召喚できるっていう効果を持ってます。永続トラップカード扱いの場合にね、魔法トラップゾーンにモンス、永続トラップカードとして置いて、でそれをどんどん前に出して展開していくことによってなんか効果を発動していくみたいな感じの、シンクロしていくみたいな感じのテーマですね。はい、でプリメラがチューナーになっていて、まあ、非チューナーもいくつかいて、どこまで切るか分かんないんで、センチュリオンもなんかセンチュリオンもね強化何回かされてるんですよ、メメントみたいな感じで何回か強化されてて、お指示の方ではね、だからマスターデルどこまで切るか分かんないんだけど、とりあえずメインどころだけ説明します。まずプリメラは召喚特殊召喚した場合にセンチュリオンカードなんでもフェーダーに加えられますということで、これめちゃくちゃ強いですね。で一応この特殊召喚 した時の効果、召喚特殊召喚した時の効果使っちゃうと、もうプリミラは特殊召喚できないよっていう縛りが、入っちゃいますね。でこのカードが永続トラップカード扱いの場合は自分のフィールドのレベル5以上のセンチュリオンは、効果では破壊されないという体制ですね。まあ、3番はちなみにセンチュリオンモンスターであれば、全部ついてます。でまあ、要は4レベル4なんですね、これレベル4チューナーなんですよ。レベル4チューナーと、まあ、こいつレベル4なんですけど、レベル4とかレベル8をくっつけて8シンクロとか12シンクロをしていくのが、センチュリオンの得意技。こいつも、自分のこれは永続トラップカード扱いの場合、自分相手のメインフェーズに特殊召喚できるよっていう効果ついてて、その後このカードのレベルを4つ上げることもできますよということで、まあ、4か8として出てくれます。で要はくっつけて8としてくっつけて8と4くっつけて、まあ、12を出していくっていう、まあ、そういうテーマですね。まあ、もちろん12シンクロが得意なテーマ でしかも自分相手のメインフェーズに発動できるっていう効果なので、まあ、もちろん赤木龍が出せまして、まあ、12シンクロのモンスターを対象に12シンクロのモンスターを爆誕させるっていう、これカラミティがですねいたんですけど、今までちょっとマスターディールなんかいなくなってましてまあ、マスターデルとか OCG でも、まあ、だいぶ前にいなくなってまして、赤木竜から出してくるモンスターとしても絡みていてはなく、まあ、コズミックブレイザーとかになるんでしょうね。で、センチュリオンモンスターのシンクロモンスター結構強いモンスター意外と多くてですね、まず、まあ、レガーティア、こいつは、レベル12の汎用で特殊召喚した場合自分へ1枚ドローするっていう効果と、その後相手のフィールドの攻撃が一番高いモンスターを破壊できるという効果で、攻撃の2000以下の自分のモンスター戦闘で破壊されるという効果と、あと自分が相手のメイン、エンドフェーズっていうのは墓地から、センチュリオンを永続トラップ扱いで置けるよということですね。で、アークシーラがねこれめちゃくちゃ強いんですね。これ強化された方のパーツなんですけど、センチュリオン、チューナープラスチューナーガラモンスター1体以上でレベル12、3000という打点ですね。このカードが特殊召喚した場合、デッキからセンチュリオンカードランデムデバイに変えると、これめっちゃ強いんだよね。これで、まあ、展開を伸ばすこともできるし、あと、この妨害札、まあ、ファランクスっていうカードとか、あとカウンターワンもあるんだけど、この辺のカード、あと展開札とか魔法トラップカード全部何でも加えることができますということで、アークシーラを一旦出してこの一番の効果を起動していくっていうのが、まあ、センチリオンの基本ムーブですね。でこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分の魔法トラップゾーンの表側表示カード効果で破壊されないと、サモンリミッターとかああいうなんか激気も永続、マジックトラップカード系あれも破壊されないんで、結構サモンリミッター生きてた時はサモンリミッターアークシアで守るドヤ顔してなんかその腕組みエンドみたいなことをしてたんですけども、まあ、もう1枚しかないんでね結構厳しいですね。で3番目の方が自分相手のエンドフェーズに、シンクロモンスター以外の自分の墓地除外状態のセンチュリオンモンスターを永続トラップカード扱いで置けるよと、まあ、要は、まあ、センチュリオン使って
ってシンクロモンスター出して、で相手のターンにもセンチリオンを、あの置いたセンチリオンを出して、まあ赤き竜とかで攻めていく、で妨害はこれで用意していくっていう感じの、まあ、テーマになってますね。でね、アークシーダの強いところもう一個だけあって、これセンチリオンで使ってももちろん強いんですけど、これレベル12の闇属性ドラゴン族なんですよ。これね、レッドデーモンズデッキで使うとめっちゃ強くてこれマジ、これレッドデーモンズ新規なんでね、これ実はこれちょっとまたレッドデーモンズの動画を新しく作るので、まあその時にご紹介したいんですけど、こいつがいると相手のターンに、スカーレットスーパーノマドラゴンとか出せます。はい、楽しみにしといてください。マジスペクター実装ということで、マジスペクターユニコーンさん帰ってきますしね、これめちゃくちゃ熱いですね。新規はですね、マジスペクターのこの辺の、ポーキパインとか、まあ、オルトとかになってくるんですけど、これねマジスペクターって、まあ、そもそもどういうテーマだったかっていうと、この超型激型耐性、このカードは相手の効果の対象を相手の効果のでは破壊さず効果の対象できないというこの激型呼吸と耐性によって、モンスター効果を通して、で魔法トラップカードの妨害ですね。例えばマジスペクターテンペストっていう、モンスター効果無効にするカウンタートラップとか、あと相手のフィールド上のカードモンスター破壊できるとかっていうカード、こういうカードを使って妨害を構えていくっていうテーマだったんですね。で、妨害を使うためには、コストとして魔法使い族数属性モンスターをリリースしなければならないよっていう、まあそういう感じのテーマって言いました。でマジスペクターの問題点はとにかくね展開力がないんですねマジスペクターだけでは、マジスペクターだけでは展開力全然なくて横並ばないっていうモンスターがっていうのが問題点だったんですけども、今回の新規これがですね展開力があります。マジスペクターポーキュパイン、これは自分の相手のメインフェーズに、自分のフィールドにマジスペクターがいると特殊召喚できるっていう、まあ、超緩い条件で、特殊召喚できる、効果 で召喚特殊召喚したらマジスペクター魔法カードを、再セットできるっていう効果と、あとモンスターゾーンにその中でルンヌンカンヌの共通効果がありますよと。でね、ポーキュパインを要はラクーンで持ってこれますので、まあ、ラクーンから、まあ、ペンタイモンスター2体が並ぶことになるんですね、まあ、だからもちろんねあのエレクトラムとかも出せますし、新規モンスターでね、やけくそ新規が来てまして、マジスペクターオルトというモンスターですね。これね、マジスペクターモンスターを含む P モンスター2体で出してるんで、まあ、割と出しやすいんですけども、書いてること結構やばいです。このカードがリンク召喚した場合、自分のエクストラデッキからマジスペクター2体まで手札に加えますよと、まあ、要は、リンクソアにしたモンスター手札に加えられますよと。でその後、デッキからマジスペクター P モンスターを2体までエクストラデッキに表側表示で加えることができますよ。スケール2個回収して特殊召喚できるモンスターをエクストラデッキに2枚送り込むっていう、なんかどんだけアド稼ぐみたいな効果してるんですよね。でこの効果の発動後、その代わり、マジスペクターと龍剣士しか出せないっていうエクストラデッキから縛りが入っちゃいます。まあ、ただやってること結構やばいでしょ。そのだってラクーン1枚からリンク2のモンスターとエクストラデッキ2枚とスケール2個生やしてるからね、何枚カード増えてんだみたいな感じですよ。だいぶやばいこれはやってることが。ほんで、まあ、このモンスターを使って展開を伸ばしていくんですけど、まあ、展開する方法としてランク4とかがキーになってきて、まあ、マジスペクタードラゴっていうモンスターですね。これは新しいランク4のモンスターになってまして、このカードがモンスターゾーンに存在する状態でモンスターがリリースされた場合、まあ、要は、サイクロンとか、テンペストみたいなカードで妨害したりとかしたときはリリースするんですけど、これリリースされた場合このカードの素材を1個取り除いてデッキからレベル6以下の、魔法使い数属性を特殊ができる。これねドラコちゃんのね効果すごい優秀で、マジスペクターユニコーンっていうモンスターマジ強いんですけど、これフリーチェーンでバグすぎるからね相手のモンスターと自分を、これねレベル6なんですよね。だからねマジスペクターのスケールだと、まあ、大体5から2だからなんかすげえ出しにくいんですよ。なんですけどこのユニコーンくんのレベル6っていうのをこのドラコで、特殊召喚できるようになってるから、これでねデッキがユニコーン出してくれるんですよね、ドラコの効果で。これがめちゃくちゃ優秀です。はい。でマジスペクターウィンドっていうカードがこれ多分実装されると思うんですけども、これがねめちゃくちゃ強い。これ自分のフィールドの魔法使い数属性をリリースして発動することもできるっていう速
攻魔法になってまして、まあ、要は対象取られたりなんか無効にされたり、まあ、あんま対象取られないんだけどね、マジンスペクターは、いう時に、まあ、サクリファイスエスケープもできるし、あと自分の手札墓地からマジンスペクターモンスター特殊召喚ができる。ただしリリースしていたらデッキからも出せる。要はどんなモンスターでもマジンスペクターウィンドウをぶち込んだらラクーンに繋がるんですよ。絶対ラクーンに繋がる。だからラクーンに繋がるってことは結局そのポーキパイン持ってこれてポーキパインとラクーンになるから、だいたいこれ引いてりゃあーとあどれだ、だいたいこれ引いてりゃ、このウィンド引いてりゃ、さっきのリンクモンスターに繋がることができるってことですね。はい、だからね、初動としては、まあ、ラクーンが一番強いんですけど、まあ、ラクーン初動かなり優秀で、だいたい同じようなオルト展開に行き着きますんで、展開もそんなに難しくないし、妨害の方法もまあ単純っちゃ単純なんで、これとてもねいいねペンデラムテーマだと思います。はい、また、新規来たらね、実装されたらね、あの動画にしていこうかなと思ってます。さあ、いよいよネオニューガンダム実装ということで、ロギアステラティフォン、かっけー、マジイラストマジかっけこれね、まあ、非常に独特なモンスターってまして、ランク12の闇属性エクシーズモンスター、これ1枚は皆さんゲットしましょうっていう感じのモンスターですね。レベル 12×2 っていう正規召喚で出すこともできるんですよね、アーゼウスみたいな感じで。なんですけども、まあ、大体は、この独特な、乗せる効果ですね、あのただ乗り効果で出していくことが多い。このカードは相手がエクストラデッキから2体以上のモンスターを特殊召喚したターンおよび次のターンに、自分のフィールドの攻撃力が一番高いモンスターを上に重ねることで出せますよということですね。まあ、アーゼウスみたいな感じでポンって乗れるってことです。まあ、攻撃力一番高いモンスターであればいいので、自分のフィールド上に1体しかなくてもいいんで、まあ、うらら召喚とかして一応出すっていう動きも一応できます。一応ね。で、この方法で特殊召喚したターンは、自分はモンスターを召喚特殊召喚ができませんよという強烈な縛りが入っちゃうので、まあ、いきなり出しに行くっていうよりかは、まあ、基本的にはそのいろいろ妨害とか受けて、まあ、もうやばい、もうなんもないっていう時にティフォンを出しに行って、まあ、蓋したり殴ったり一応制圧効果使ったりっていう感じのイメージですかね。で、この1番のね、このね、出したターン適用される、出したなんていうか、そのフィールド上にいる限り適用される効果で、エクシー召喚したこのカードがモンスターゾーンに存在する限りお互いに攻撃力が3000以上のモンスターが発動できないっていう縛りがあるんですよ。これ結構ね、刺さるデッキと刺さないデッキが激しく分かれる、テーマになっていまして、まあ、刺さんないことの方が意外と多いかなって感じするんだけど、まあ、結構バロネスとか、あとタービランスとか3000以上環境でいるって、あとなんだろうな、なんか、まあ、アーゼウスとか、ああいうモンスターの効果は一応発動ができなくなります、これがいる限り。だからアーゼウス6スタイとかのアーゼウスがいたとしてもティフォン出されるとマジ黙るっていうそういうね、面白いことが起きたりしますね。で、2番の効果で一旦一度素材を1個除いてフィールドのモンスター1体をバウンスできるよっていう効果もあって、これ対象取んないんで、まあ、非常に優秀な、まあ、マックリフダになるかなって感じですね。で、まあ、じゃあこのデッキ必ずどんなデッキにも採用されるかって言われるとそんなことはなくて、やっぱね、エクストラデッキがまあそもそも余ってないと採用できないですよね。まあ、まあ余ってればもちろん入れた方がいいと思うんですけど、余ってないと採用できないっていうのと、あとね、このね、1番の効果がね、かゆいところに手が届かないっていうところがあるんですよね。例えば今の環境だと、まあ、3000以下で強いモンスターで効果発動できるようなモンスターっていっぱいじゃないですか。なんかトガ姫とかが割とイメージ多いかな。トガ姫とかでぶっ壊されるしね、ティフォンとか。あとディアベルスターでね、なんかこの反撃の財宝とか持ってこられて普通に押し込まれるとかあるだろうし、なんかね、意外とこのね、3000以上のモンスターが発動できないもんね、過信ができない、刺さらないデッキも結構あるっていう感じなんですよ。だからこいつをね、わざわざ出しに行くっていうことは一応できるんだけど、ワンダーエクシーズとか使えばその自分のフィールドモンスターさんにしてエクシーズモンスター出せるよみたいな効果あるから、一応ワンダーエクシーズとかセットしといて相手のターンにティモン出すとかできるんだけど、まあ、あんまそこまでは狙わないかなっていう、現実的に、まあ、そんな感じのイメージのモンスターですね。なんで一応1枚皆さんはゲットしていただきたいんですけど、まあ、過信は禁物だよっていうことだけちょっと分かっていただければと、はい、思います。鉄器のイカズチ、このね、カウンタートラップ結構強くてですね、まあ、ちょっと癖あるんで脳死で入れられるカウンタートラップではないんですけど、ちょっと説明していきますね。カウンタートラップカード、フィールドの、モンスターの効果魔法トラップカードが発動した時、
だから、手札とか墓地とかああいうところではダメなんですけど、フィールドのカードが発動したときに、ライフポイント半分払うことによってその発動を無効にして破壊できますよと、まあ、かなり汎用的な効果になってますね。ここだけ読めば。その後なんですけど、破壊したカードが存在していたゾーンと同じ縦列のモンスターゾーン、まあ、ホトラップゾーンにカードが存在していれば全部破壊する。これね、実はですね、相手のカードを破壊できる可能性もあるし、これね、自分のカードをぶっ壊さなきゃいけない可能性もあるんですね。はい、これ調整なんですよ。 その後のこの、全て破壊するって効果、これ選ぶ効果じゃなくて、これ勝手に発動されちゃうんで、そのこれプレイングに影響すると言われてるカードで、実はだから相手がなんかセットカードがあった場合、もしかしたら鉄器の一か槌かもしんないじゃないですか、相手のセットしてるカードが。だからできる限りその相手のカードがある列でモンスターの効果とか魔法トラップカード発動した方がいいんですよ。そう、これね、遊戯王界においてこの縦列ケアというのを、まあそういうプレイングを、まあ、生んだカードでもありますね。もともとね、このティアマトンっていうモンスター、これイラストで元になってるんだけど、このティアマトンっていうモンスターが縦列系の効果を持ってまして、まあそれのカウンタートラップなんでね、この縦列を全部破壊してしまうという、まあこれ相手のカードももちろん破壊できる可能性あるんだけど、自分のカードも破壊してしまう可能性があるんで、あんまりカードをですね、置かないテーマであれば多分被害がないと思います。まあそんなテーマ今あんのかなっていう気がするけど、なんかそのめっちゃ伏せるわらびとかにはあんま相性良くないかな。なんか基本的にそのモンスターがなんかその1体とか2体ぐらいしかいなくて、魔法トラップあんまないような感じで、手札とか墓地とかにカードがいっぱいあって、そこで妨害敷いていくみたいなテーマだったら相性いいと思うんですけど、これまあ汎用効果であるんだけど、この効果だけマジで注意してください使うときね。